ね、ユーゴーくん。ユーゴーじゃねえ、ユーゴだ。いい加減覚えろ。先行はもらった。マジックカード、スピードローを発動できる。2枚ドローして手札からスピードロイド1枚を墓地に送る。そして俺は手札に加えたこのカード、スピードロイド W44 を召喚。このカードの召喚に成功した時、墓地のレベル3以下のスピードロイド1体を特殊召喚できる。俺はレベル3のチューナーモンスター、3つ目のダイスを特殊召喚。ツーリングシンクロ召喚、クリアウィングシンクロドラゴン。俺はカード3枚を捨ててターンエンド。かっこいいじゃない。それじゃあ僕も頑張っちゃおっかな。僕のターン。マジックカード融合を発動。スターブベノムフュージョンドラゴン。装備魔法プレデターグラフト発動。鉄砲リザードが墓地から特殊召喚したとき、1枚ドローできる。エド、早くこのデュエルを止めてくれ。言われなくてもそのつもりだ。俺もだ。悪いけど、これは僕たち二人の戦いなんだ。邪魔はさせないよ。必ず勝て、ユーゴ。バトル。スターブベノムフュージョンドラゴンでクリアウィングシンクロドラゴンを攻撃。永続トラップバーニングソニック発動。一度だけ戦闘を無効にし、対象となったクリアウィングシンクロドラゴンの攻撃力を500ポイントアップする。僕は手札からプレデタープランツドロソフィルムヒドラを墓地に送り、速攻魔法超融合を発動。超融合は自分、そして相手フィールドのモンスターを融合素材にできる。超融合の発動に対し、全ての効果は発動できない。融合召喚グリーディーベノムフュージョンドラゴン。クリアウィングシンクロドラゴンを攻撃。スピードロイド3つ目のダイスの効果発動。墓地にあるこのカードを除外して攻撃を無効にする。僕はカードを1枚伏せてターンエンド。俺のターン。来たか。俺はチューナーモンスター赤目のダイスを召喚。チューニングシンクロ召喚。クリスタルリングシンクロドラゴン。バトルだ。俺はクリスタルリングシンクロドラゴンでグリーディーベノムフュージョンドラゴンを攻撃。レベル5以上のモンスターと戦闘するとき、相手の攻撃力を加える。その融合素材となったモンスターを墓地から除外することで、グリーディーベノムフュージョンドラゴンが破壊されたとき、フィールドのモンスター全てを破壊し、その破壊されたモンスターの元々の攻撃力分のダメージをプレイヤーに与える。特殊召喚するトラップカード、エクストラシェイブリボン発動。クリアウィングシンクロドラゴン。クリアウィングを対象にトラップカード運命のサイコロステンを発動。行くぜダイスロール。クリアウィングの攻撃力アップだぜ。バトル。クリアウィングシンクロドラゴンでグリーディーベロンフュージョンドラゴンを攻撃。墓地のドロソフィルムヒドラのモンスター効果発動。自分フィールドのグリーディーベノムフュージョンドラゴンが破壊され墓地に送られた時、その融合素材となったモンスター1体を墓地から除外することで、エクストラシェーブリボン発動。特殊召喚。特殊召喚する。マジックカードステップオンシャドウを発動。クリスタルリングシンクロドラゴン。俺はこれでターンエンドだ。改めて言う、俺はお前をぶっ倒す。じゃあ行くよ。僕のターン。さらに手札からプレデタープランツフライヘルを召喚。ス
ターブヴェノムフュージョンドラゴンの効果発動。1ターンに1度エンドフェーズまで相手フィールドのレベル5以上のモンスターの効果を無効にし、そのモンスター効果を得る。スターブヴェノムを破壊した途端効果が発動し、君のドラゴンは全て破壊され、その攻撃力分のダメージを受け、君は破れ去る。プレデタープランツフライヘルト効果を発動。僕はクリアウィングシンクロドラゴンの効果発動。フリーディーベノムフュージョンドラゴンのバトル。スターブベノムフュージョンドラゴンでクリアウィングシンクロドラゴンを攻撃。さあ今こそ一つに。僕たちやっと一つになれたね。